にちは。スレクトショップアプトの北です。マスタです。今日は、アソースメレのアプトが使っている3種類のストール、これを比べてみたいと思います。まず一つ目はベルギーリネン。私が巻いているのがベルギーリネン、マスターが巻いているのはフランダースリネンストール、で、あともう一種類、モダールシルクカシシルクリネンストールっていうのがあるので、まずは似ているのはやっぱりリネン2つ、これ結構お問い合わせよく出てくるので、迷う方が多い。そうなのでモダール、違うわ、フランダースリネンとベルギーリネンをまず比べてみましょう。フランダースリネン、はい、でベルギーリネン、見てもらったようにこうやって一重で同じように巻き方でしても、全然このボリューム感とか、生地自体をもうじっと見たら、まあなんかちょっと素材が違うぐらいかなと思うけど、全然こんなにこっちはちょっと透けるぐらいなの。そうですね、ちょっとこう透け感がある。太さは同じくらいかもだけど、もう織りの密度だよね、でこっちは全然透け感がないぐらい、でもうこの素材の重量感ももう半分以上違うかなっていうぐらい違いがあります。やっぱガーゼストールっていうぐらいガーゼっぽくて、ガーゼっぽくてね、柔らかいの、すごくなんかふやふや、そうふわふわだよね。こうやってふわふわな素材感だから、すごく巻きやすい、巻くために作られているすごい巻きやすい。こっちはすごい折りが3つだから、こうすごい張りがある、戻りがすごくあるから、巻くときちょっとこう折りたたんでこう巻いてあげるような感じのイメージで、ことの分ここに高さが来るので、今これから夏でこうアウターを脱いだ時期だったらまだいいんだけど、アウター着てると結構ここは使えるぐらいになりますね。これはもう、これが春のアウター代わりのこう羽織る、羽織る、これがアウターになるんで、ね、そうですね。こっちはまだあくまでもストーリー、そうなんかぐるぐる巻ける感じだから、もう早く入ってるのも早いので、でフランダースリネンは大きさも全然違ってて、フランダースリネン巻きやすい、長さが結構しっかり210センチってしっかりあって長くて大きい、幅も140センチ、結構幅もあります。でも薄いから、高さ全然出ないのは、それは薄いからなんですよね。そう。で、ベルギーリネンはどちらかって巻くってる結果は、羽織るみたいに作られているので、そうですね。そう。これを羽織るにすると結構、長いんですよ。そう。そう、半分に折ってもいいぐらいだと思います。これはどっちかっていうと、こうやって羽織って、するようになっているので、長さが185センチ、だから半分で折っても90センチちょいぐらいにしかならないので、どんな小柄な方でも150センチぐらいの方でも十分こうやって羽織れるぐらいだから、その分ただ巻くのには、さっきみたいに巻くのには結構短い感じにはなります。幅は95センチ、あれも結構半分までいかないけど50センチ、45センチぐらい。幅も違うので、結構大きさは違います。羽織ってこっちはちょっと結んだりとかね、そうですね。そうですね。でも透け感はすごいあるので、どっちもリネンだし、素材もすごくこう軽くて、ちょっと肌に触れるとヒヤッとするので、夏向けでどちらも使っていただける素材です。で、色もこっちは無染色。無染色。そう。ランダースちょっと前に言ったの、だからちょっとねベージュっていうかグレージュっていう色になってるんだけど、ちょっとこう、リネンならではのちょっとこう色が混ざった、ちょっとこうメランジになってます、ロックになってます、で、なのにこっちはベージュ、なんか比べたらやっぱりこっちが割とこうメランジじゃなくてソリッドのベージュになって、こっちはちょっとこう色が混ざっているのが比べてもらうと分かるかなと思います、こっちはもういわゆるサンドベージュ、ザ・ベージュ。ベージュ色でこう染めたわけです。ベージュ、これは染めてるものになります。そういう違い。色の見え方も違う。だから、どっちかってグレー系の洋服にも合わせたけど、こっちグレージュだから、グレー系にはこっちの方が合いやすいかなって気がする。それぞれそうです。別の色があるので、そうそう。色で決めてもいいし、こう巻きやすさで。巻きやすさで決めてもいいと思います。で、あと結構今回のフラン、アソースメレはピンクがテーマっていう話を毎回してると思うんですけど、だからいろんなピンクが出てきていて、この大体似たピンクで合わせるとこの3種類結構いわゆる日本語で簡単に言うとピンクなんだけど、微妙に絶妙に
違うピンク。これが、フランダースリネンの、これローズブラウンボワーズだっけ。なんかそんな感じだよね。これはですね、スレートローズ。全然違うな。スレートローズ。多分スレートってこうグレーみたいなものなので、うん、ちょっとあのアンティークっぽい、はいはい、そのアンティークローズって感じですよね。で、こっちが、ローズブランベ。もうちょっとこう、ピンクっぽいのに比べると。でこれからもっと発色が良くなっていく感じですね。でこっちは、モダールシルクリネンの、ショッキングピンク。そんなにショッキングではないよね。あの薄いから、あの実際こうやって固まってるけど薄いからもっとエアリーで、あの、そう、あの軽い素材になるかなと思います。これぐらいピンク見たようなピンクです。あの合わせてもこれぐらい素材感が違います。そうですね。うん、でピンクを一番顔元に持ってきたくて巻きたいんだったらこの2つ。巻きやすい。巻きやすい。うん、これが一番で、うん、で次がこちら。これ。うん、あのこの2つを比べているものは、うん、この違う動画でもあるので、そちらもぜひチェックしてもらいたいんですけど。そうそうそう。あのこっちはもう本当にエアリーな空気をここにこう含んでるような、すごくエアリーなストール。なんか一番これが薄いんで、私は寒そうなのかなと思って、もっとこう真夏に使うものだと思ったんですけど、それでもいいんですけど、ぐるぐる巻いたら一番防寒しやすいのがこれだ。これがね、なんかこれはどっちかっていうと本当にあのまだ薄いダウンとかダウン着てる時期とかでも、あの巻ける、まあどっちかっていうと本当になんかオールシーズン使えるからね。夏は真夏でも日よけ、そう、日よけにもなるし、あのすごく、コンパクトになるし、あのリネンって夏のイメージあるんですよ。リネンほとんど入ってないし、リネンはね強度を出すためにダメダメだよね。でモダールってその竹とかその植物由来の繊維なので、すごくお肌にも優しい柔らかい素材感になります。なんか一番こう顔にくっついて気持ちいいな、これね。そうです、アリエルサルティ、モダール系の、はい、そういう感じの、でもうちょっとクリーンなイメージですかね。で割とこれが多分顔はこうパッて明るく映る、ピンクなのかもしれない。なのか、ちょっと透明感があるのかな。ね、うん、私結構ブルベだから、そうだね、感じになってるので、そう、私でもこのピンク好きかな。私はこっちの方が落ち着いて、そうだよね。それが一番っぽい方が落ち着いたピンクなのがこのフランダースリネンのピンクです ね、 ですね。あんまり普段ピンクを持たないっていう人も、このグレーっぽい、そうだね、あのものだったら一番、そうだよね、あのカーキとかにすごいこれ可愛いよね、はい、カーキとかブラウンとか、ブラウンとかに秋まで使う、これはちょっと花のあるピンク、そうですね、だとは思います。華やかなピンクだと思います。こんな風にどっちかっていうベルギーリネンはもうぐるぐるまくってるか、こう一重でポンとかかけてあげたりとか、さっき言ったように肩にかけたりとかっていう、ね、これは一番涼しげです。そう、これはサックスブルーです。あのブルーでもちょっとこうあのパープルがかったようなブルーになります。これはリネンモダールシルク、シルク、はい、ほぼリネンは入ってる、ほぼモダール、そう、ブルー系は実はこの2つしかなくって、ネイビーか、ネイビーかそのサックスかになります、あの今回はまあそのテーマが、あのね、南米のボリビアの絶景っていうこともあったんですけども、なのでそれもあってブルー系はちょっと少ないですかね、ネイビーとこの、サックスブルー、これはベルギーのとかスーツとかにもこのブルーと、ね、あとなんかトレンチコートとかにこれすごい合わせるっていう方がすごく多かったですね、はいはい、トレンチってちょっとくすんだベージュだから、このサックスがすごく綺麗で、あのきちんと見えてすごくそれで合わせるって方が多いですかね。であと似たシリーズで言うと、私こっち行ったかな、羽織ることもできます。こっちの、モダールシルクリネンストールは 140×190、そんなに長さはないです。あのベルギーリネンとその変わらないぐらいです。でも幅はあるので、ちょっとこう肩にあの厚みも出るし、正方形
までいかないけれども、そんなになんかあのな長すぎって感じではないかな。なんかね、スルスルと落ちていくので、うん、ちょっと結んだ方が、あの動くときはいいかもしれないです、うん、もうこんな風にふわってボリューム、空気を出せば結べるから、結べるぐらいになってるよね、うん、あのもう本当透け感があって、うん、あの日よけとかですごい、ノースリーブの、そうですね、うん、物を着たりするときは日よけにいいよね、日よけに、そうはい、で、私が使っているのはこれがモダールシルクリネンストールの、ライトグレー、もう本当にクリアーなあのシルバーグレーって感じですね、うん、でこれとちょっと似てるのが、うん、とあそっちが似てるか、そうベルギーリネンストールのマシュマロとの違いは、やっぱりこれをこうやって比べてもらったら、こっちがちょっとこっちはグレーなんですよ。でマシュマロもだからグレッシュでもあるし、まあ、黄身は全然ないんだけど、でも不思議な色だよね、これね。あの、もう全然こっちはこんなに透け感があるのと、こっちはもう全く透け感、白でも全く透け感がない。もう、あの、見た感じの色味ですけど、全然イメージの違う2つになります。うん、そう、こんな感じで、もしこの3つのストールで迷ってらっしゃる方がいたらと思って、はい、この3つを比べてみました。はい、あのもう2つ、なんなら3種類持ってても、その場に応じて、そうそうそう、なんか気温とかコーディネートでとか、うん、巻きやすさ、巻きやすさ、そうそう、違うもん。だから同じ色でも全然違うよね。そうですね、うん、ちょっとそこまでご飯だったら、ベルギーリネンをバサッと羽織ってって、ちっちゃいバッグでもいいけど、うん、なんか一日中遠く行こうって思ったら、うん、あのぐるぐる巻いて、うん、両手開いててっていう方がいいんだし、そうですね、用途もいろいろ、そう、素材感も全然違うので、なんかあのこんな、なんかこう、なぜこんなにいろんな種類のストールがあるかっていうのをここで、うん、実はいろいろと理由があります。2種類とか貼っていただいても、そうそうそう、全然いいと思います。もう本当にこの、モダールリネンストールと、はい、このベルギーリネンと全く違う、もう別物になるので、うん、一つのストールでも本当にいろんな用途があるんだなと思いますよね。はいはい、うん、ぜひ、あの、はい、今年もアソースメレーのストールで、はい、ぜひこの夏を過ごしていただけたらなと、楽しく素敵に、あのストールを主役にして、はいはい、楽しんでいただけたらなと思います。はい、はい、では最後までご視聴ありがとうございました。